きちゃん、まきちゃん、一緒に帰ろう。あらあら、仲良しさんね。エマちゃん、塾まで送ってあげる。トミー、わざわざそのために来てくれたの？エマちゃんにも相手がいつの間に？みんないいな。彼氏がお迎えに来てくれるなんて。ヘイヘイケリー、俺だってもちろんケリーを家まで安全に送り届けるぜ。チャック君、抜け駆けはやめろよ。ケリー、僕と帰ろう。うん、ありがとう。でも、痛い痛い、引っ張らないで。ケリーちゃんまでもモテモテね。結局残ったのは僕だけだ。かわいそうな僕。リク君はいますか？あ、リク君だ。かっこいいな。はるかちゃん、どうしたの？リク君とはこの前あみだくじで仲良くなったでしょ。またお話ししてみたいなって思って。すっきゅーん。うんうん、一緒に帰ろう。エミリー先生さようなら。はい、さようなら。そして最後に残ったのは私だけ。生徒にも彼氏やいい感じの相手がいるっていうのに、なんで私にはできないの？顔もブサイクではないと思うし、あの家も見られない限りあんな趣味があるなんて知られないのに。なんでなんでなんで？エミリー先生、まだ帰らないんですか？あ、ビクトリア先生。そうだわ、この人がいたわ。ビクトリア先生には絶対彼氏はいないから、きっと暇よね。今日私とお食事に行きませんか？あ、ごめんなさい。私約束があるのでお先に失礼するわ。え、約束って何なんですか？まさかあのビクトリア先生にも彼氏が？いやいや、そんなことはないはず。私にいないのにビクトリア先生にいるはずないわ。ふう、危ない危ない。いきなり誘われても困るわ。だって私は今日。ビクトリア、デートに行こうぜ。ええ、今日は彼氏のケンタ先生とデートの日。でも誰にもバレちゃいけないからこっそり行動しなきゃね。この前うまい店見つけたんだよ。そこに行こうぜ。私は仕事が終わっても遊ぶ人はいないし、美容院でも行って女子力を上げようかしら。よし、今日からこの美容院でバイトだ。オレンジーズはなかなかデビューできないし、僕も何か他の仕事をしなくちゃいけないからね。いらっしゃい。今日から働きたいって電話してきた子ね。はい、よろしくお願いします。ぜひうちのカリスマ美容師になってお客様を増やしてちょうだい。頑張ります。こんにちは。まあ、エミリーちゃん久しぶり。今小学校の先生やってるんだって？そうなんです。すぐそこの小学校の先生を。あれ、この人は新しい人？なんてかっこいいの。そうよ、今日入ったばかりの翔くんっていうの。初めてのお客様よ。私の友達のエミリーちゃんを頼むわ。はじめまして、よろしくお願いします。ではこちらへどうぞ。ありがとう。失礼します。今日はどうしますか？気分転換にこの長い髪をバッサリ切ろうかなって思って。こんな綺麗な髪を切るなんてもったいない。しかもあなたにはその長い髪が似合ってますよ。え、長い髪がお似合い？そんなこと初めて言われたわ。でもちょっと傷んでるみたいだから、トリートメントもして少しだけ切るのはどうでしょう？あなたにお任せするわ。ではこちらのシャンプー台へどうぞ。はい、シャンプーしていきますね。この人の瞳、エメラルドグリーンでますます素敵じゃない。僕の顔に何かついてますか？いえいえ、なんでもないです。恥ずかしい。思わずかっこよかったから見とれちゃったわ。これってもしかして一目惚れってやつ？はい、ではこちらへどうぞ。大丈夫ですか？ごめんなさい。下、髪の毛が落ちてるんで気をつけてくださいね。ありがとう。もうダメだわ。今ので私完璧に恋に落ちちゃった。それじゃあ少し毛先を切って揃えていきますね。できました。後ろの方どうですか？うん、いい感じだわ。と
とっても大満足。僕の一番最初のお客様になってくれてありがとうございました。また来てくださいね。え、また必ず来るわ。超なかなかいい感じじゃない。さっきの人を先生って言いましたっけ。ええ、そうよ。小学校の担任をしているみたい。へえ、あんなに綺麗な先生がいるんだ。ただいま。かっこいい、かっこいい、かっこいい。なに、あの翔くんって子。またすぐ来てくださいね。だってもっと仲良くなりたい。今日はお隣さんがすごくドタバタしてるけど、どんな人なのかしら。まだ隣の人見たことないよな。ああ、次はいつあの美容院行こうかしら。先生、先生。あ、ごめんね。さっきからぼーっとして全然授業進んでないよ。どうしたの先生。いけないいけない、つい翔くんのこと考えてたら授業どころじゃなくなってたわ。ごめんね、今はどこまでやったかしら。あれはまさしく恋ね。きっと先生好きな人ができたのよ。エミリー先生が恋。先生だって年柄の女の人だもん。恋したっておかしくないよね。一体どんな人に恋したんだろう。じゃあこの問題わかる人。はいはいはい。先生って恋してるんですか。ケリーちゃん。そんなこと堂々と聞いちゃダメだよ。恋してないわよ。間違いない、あれは絶対恋ね。ただいま。生徒にバレるなんて私もしっかりしなくちゃダメね。ホラー人形。ただいま。ピンポン、誰かしら。はい。あ、どうも。やあ、翔くん。なんで翔くんが私のお家に。っていうかまずい、この部屋がまさかの翔くんに見られちゃった。しかも私行ったら服投げっぱなしだし。この骸骨何なんですか。これは私の趣味の置物で、まさか誰にも見せなかったこの趣味の部屋を翔くんに見られるなんて。最悪最悪最悪。それよりなんでここへ。これ昨日の忘れ物です。エミリーさんの帽子じゃないですか。これは私の帽子だわ。なんで翔くんが。美容院の椅子に置きっぱなしじゃなかったですか。店長に聞いたらエミリーさんのだから届けてくれって。だから住所も教えてもらってきたんです。わざわざありがとう。せっかく来てくれたんだからお茶でも飲んでいく。あー、行っちゃった。ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えて。あ、ちょっとこちらに座って待ってて。この頭だけの置物、骸骨だけじゃなくよーく見たらいろんなものがある。ごめんね、びっくりさせたよね。あれも私の趣味なの。おかしい？っておかしいに決まってるわよね。全然可愛くないものね。いや、ちょっとびっくりしたけど面白い趣味だと思います。家の中ぐらい自分の好きなものでいっぱいにしたいですよね。まさか絶対気持ち悪がられると思ってたのに、この趣味を認めてくれるの。あ、ごめんなさい。それよりお茶よね。お茶お茶。夜間はどこにしまったかしら。まさか美容院に行かなくても会えるなんて思わなかったわ。ごめん、遅くなっちゃったわ。あれ、寝てる。なんて可愛いの。気持ちよさそうな寝顔。起こすのはかわいそうだし、起きるまで寝かせてあげましょう。はあ、なんて素敵なツーショット。こんな人が彼氏だったら幸せなんだろうな。はあ、私も眠たくなってきちゃった。ああ、僕寝てしまってたの。これエミリーさんがかけてくれたんだ。ってあれ、エミリーさんも寝てる。ああ、っていうか僕早くお店に戻らなきゃ店長に怒られちゃう。ごくごくごくごちそうさまでした。いろいろとありがとうございました。あれ私まで寝ちゃってたの。あれ、翔くんがいなくなってる。これは手紙。お茶ごちそうさまでした。またお店にも来てくださいね、翔。まあ、翔くんってば可愛いわね。ねえ、なんかラララララ。
めちゃくちゃルンルンだよね。何かいいことでもあったのかしら。ビクトリア先生にも彼氏がいるし、このままエミリー先生にも彼氏ができたらいいね。さあみんな、今日は恋について授業しましょうか。はーい。あー、今日も疲れた。え、ピンポン、こんにちは。そうくん、これエミリーさんが好きそうなのをたまたま見つけたから買ったんだ。骸骨のコレクションに増やしてよ。かわいい。わざわざ買ってきてくれるなんてありがとう。こちらこそ、この前はお茶ごちそうさまでした。そしてまたここに遊びに来てもいいですか。キュー、なにこの展開。もちろんよ、いつでも遊びに来て。やったー、エミリー先生の恋がうまくいくといいなと思ってくれたら、評価をぜひ。チャンネル登録もお願いします。ここでみんなに質問よ。みんなは今好きな人っている？コメント欄で教えてね。また次の動画も見てね。バイバーイ。